遅いになっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。今回はですね、もう1年以上前の話になるんですけども、皆さんご存知でしょうか。厚生労働省がもうとんでもない、ね、資料グラフを出して、もう国民にねワクチンを接種させようとしていた、まあ、心筋炎詐欺グラフというですね、まあ、僕こういう名前つけてますけど、もうこれ本当次元だと思います。もう異常です。もうとにかく打たせたいという思いがね、このグラフに現れているというか、もう打たせたいがためにですね、もう本当に変なグラフを作ってしまったという事例がありますので、ご紹介させていただきます。でまずですね、基本的なところなんですけれども、僕たちがワクチンを接種するかどうかの判断って、まあ、3つの要素があると思うんですけれども、これ僕なりの考えですが、まず1つ目、今回で言えばコロナですよね、まあ、疾病のリスク、まあ、ウイルスのリスクと言いましょうか。それがどれだけ僕たちの体にね影響を与えるのか、どれだけ危ないのかですよね。当然危なくなければ、ね、ワクチン打たなくていいという判断もできるわけですから、ウイルスがどれだけ怖いのか、病気がどれだけ怖いのかね、大事ですね。それからワクチンのリスクというものもありますね。次にワクチンのリスクですね、ワクチンに当然ねリスクがあるようであればどうしようかなって判断がされるわけですが、なんせワクチンって健康な人に打つものですからね、まあ、リスクはもう本当に低くね、もうゼロに近くないとまずいというわけですけれども、リスクも考えなきゃいけない。そしてワクチンのメリットですね、ワクチン打つことでどういう効果があるのかね、効果がどれくらいのか、高いのか、それほどないのか、まあ、こういったものをね複合的に考えて接種するかどうかの判断されるわけですけれども、それがですね、もう打たせたいってね思ってる方々は、これを時にねもう歪めてくるわけですよ。つまりコロナのリスクはねもう高く見せるわけですね。本当はそれほど恐れるものでないと仮にした時に、いやそんなことはないとね、危ないんだぞっていうことをね、例えば、ね、若者がね重症化した死亡した時にね、もうことさら大きくね報道するとかね、そういったことが起きると。それからワクチンのリスクは低く見せる、ね、これ完全に行われてますよね。ね、発熱とかね頭痛があるけど数日で治りますぐらいしかね言わないで、まあ、因果関係分かりませんけれども、ね、亡くなってる方もねおびただしい数いらっしゃるわけですけれども、そういうの報道しない、ね、低く見せるというかね、もう見せないようなことしてますよね。あとワクチンのメリット、これについては、まあ、高く見せるわけですね。打たせるためにね、できるだけワクチンがね効果があるようなあるようなことばかり見せる、まあ、こういったことをやってくるんですけど、それがもうね厚生労働省がもうにじみ出てね、もう思いが強すぎてもう詐欺をしたという、僕は事件だと思ってます本当ね。この心筋炎詐欺グラフ、僕詐欺グラフって言っちゃってるからね、ちょっと訴えられたらどうしようと思うんだけど、これ本当詐欺だから、僕詐欺だと思ってますから言いますよ、詐欺だって。はい、まずですね、去年の9月に時は遡ります。これ全世界的な話で、ね、若い世代、特に10代、20代の男性がですね、コロナのワクチン接種後に、まあ、心筋炎が、まあ、一応まれに起こると表現しておきますね、YouTube 用に。まあ、こういうことが起きたわけですよ。で、まあ、いろいろ世界各国の対応があったわけですけども、特に北欧はですね、これ10月7日のニュースですけども、例えばスウェーデンはですね、この特にモデルナ製のワクチンについて、30歳以下への、ね、接種を中断する。あとデンマークですとかね、ノルウェー、フィンランドあたりもね、まあ、このような対応を取ったということですけれども、まあ、こういう国がある中、日本どうしたかというと、あ、ちゃんとですね、これ10月15日に、はい、まあ、心筋炎のリスクがあるということを国民に伝えなきゃいけないということでね、まあ、こういう、まあ、チラシ、まあ、ビラのようなものをね作ってホームページ上でもね表示させたんですけれどもね、10代20代の男性と保護者の方へのお知らせということで、新型コロナワクチン接種後の心筋炎心膜炎についてですね、まあ、接種後にごくまれに心筋炎心膜炎を発症した事例が報告されています。で、特に10代20代若い世代の男性のね、2回目接種後4日程度の間に多い傾向がありますということで、まあ、注意喚起をした、まあ、ここまではいいんですよね。いいんですよ、こういう注意喚起必要だから。次のね、このチラシの下にあるグラフが、これがもう詐欺ですよ。とんでもない。
これ心筋炎心膜炎が疑われた報告頻度の比較ということですけれども、これワクチンを受けた場合にですね、10代の、ね、ファイザー打った子は100万人あたり 3.7 人心筋炎になりますよって、100万人あたりですね、割合です。でモデルナの場合はですね、100万人あたり 28.8 人心筋炎になりますよ。一方で20代ですね、ファイザー接種後 9.6 人心筋炎になりますよ、モデルナ 25.7 人心筋炎になりますよという、まあ、こういう心筋炎になる確率を100万人あたりでグラフにしたんですね。はい、まあここまでとりあえずいいでしょう。で隣は新型コロナウイルス感染症にかかった場合ということで、国内15歳から39歳、まあちょっとね、まあ細かいかもしれないツッコミをあえてここでするならばね、30代もなぜか含めているというのは謎ではありますけれども、まあ、とりあえずそれはいいでしょう。はい、100万人あたりですね、834人心筋炎になると。また海外の事例で12歳から17歳ね、こう揃えてないのはねよくわかんないですけどね、450人海外でもコロナからの心筋炎いますよと、100万人あたりですね。どうでしょう皆さんね、このグラフね、パッと見でね見た時に、じゃあワクチン打って心筋炎ね稀に起こるというけれども、この確率と、ね、コロナにかかった場合の確率考えた時に、じゃあ心筋炎ってね、ワクチン打った後そんなに大したことないんじゃないかと、ね、頻度低いんじゃないかということで、ワクチン打とうって普通なりますよね。これはね、ありますね。ただこれとんでもないんですね。厚生労働省ね、こう100万人あたりの割合でグラフ作ってますが、この時この時点で厚生労働省が把握していた実際の人数こちらですよ。はい、ファイザー10代7人ですね、モデルナの10代13人心筋炎になってます。20代はファイザー20人、20代モデルナが47人、これ足すと、はい、20の40の87ですね。この時厚生労働省は87人ワクチン打ってこの若い世代の男性が心筋炎になる、これを把握していたわけです。一方で、まあ、ここがね一つポイントですけども、コロナからの心筋炎って4人しかなかったんですよ。なのになんでねこんなグラフができてしまうんですか。おかしいですよね。これ知ってる方がね、この状況を知ってる方がね、なんでこんなグラフ出してワクチンのリスクを低く見せてますよね、これによって。そしてコロナのリスクを高く見せてる、さっきのね最初のワクチン接種するポイントの中にありましたよね。コロナのリスクは高く、ワクチンはリスク低く。なんでねこんなこと起きたのかっていうと、もうとてもとても変なね計算というか、もう詐欺をしています。はい、ここの数字なんで4人なのに800人超えてる数字が出てくるのかっていうと、これコロナにかかった場合って書いてあるけど、もうこれが嘘なんですよ。だから僕が明確に詐欺って言えるんですけど、ね、かかった場合じゃないです、入院した場合です。ね、一応15歳から39歳男性、ね、20代じゃなくて30代も入ってるのは不思議ではありますが、コロナの入院患者に絞り込んだんですね。で当時厚生労働省を把握していたこの世代の入院患者が4798人、大体まあ5000人ぐらいいる中で4人心筋炎になっていたとですね。でこれを5000人を、ね、100万人にするために200倍をするわけですよね、大体ね。でこっちも4人を800人を超える数字に出したというね。まずこれが嘘なんですよ。かかった場合じゃないですからね、入院した場合で、なんで入院した場合に絞り込むかっていうと、心筋炎になりやすいね、コロナによってかなり体調不良になった方を絞り込んだわけでしょ。そうすることで分母がここは減るから、100万人あたりの時の倍率が高くなるわけですよ。これ嘘ですからね、皆さんね。これ入院した場合であればまだわかるんだけど、まあ、だとしてもおかしいんですけどね、後で話しますが。しかもこれ10月の15日時点の話で、おかしいんですよ。こっちも実はおかしいんです。で12月16日、この後ですね、ようやく厚生労働省から各都道府県にワクチンの副反応として
心筋炎、心膜炎を報告基準に追加してくださいよねって12月に言ってるんですよ。じゃあここで把握している心筋炎なんてね、把握しきれてないじゃないですか。たまたま分かった事例でしょ、これ。でこの後どうなってるかですけどね、報告してくださいってなった時に、これ、今年の8月の時点の厚生労働省の資料ですけれども、ファイザーですね、まあ、2回目打った12歳から14歳100万人中ね、 43.3 人、15から19 33.2 人、20から24 18.8 人、20から29 12.3 人と、まあ、こういう数字出てます。さっきもね、グラフの通り、やっぱモデルナの方がリスクが高いわけですけど、12歳から14歳100万人中154人ですね。15から19 155、ね、20から24歳67、20から29 41。さっきこの辺ね、20とかね、一桁とかだったんですけど、まあ、報告ね、県からね、もらうようにしたら、めちゃくちゃ増えてるわけですよ。あとね、まあ、心膜炎もね、まあ、別項目になってるからね、こう分散されちゃってるってもね、ありますけども、さっきはひとまとめであったんですけどね、心筋炎と心膜炎でね、また分散されてしまっていますが、まあ、間違いなくあのグラフよりね、実際のリスクっていうのは高いと言えるわけですね。はい。で、あのグラフ、結局修正されることなかったですね、あのグラフのね。じゃあですね、これちゃんと、ね、国の専門家が話し合った上でこういう方針決めてるわけですよ。でこのさっきのグラフが出る会議ですね、グラフあのチラシをね、どうやって皆さんに伝えようかという会議がまさにあったんですね。でこれは第70回厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会の議事録の中にどういうね話がされていたか書いてあります。でその前に、まあ、会議の冒頭、これ大事ですよね。あの委員がね、その会議の委員が製薬会社からね、お金、寄付金とか契約金などをもらっていないかね、確認入ります。大事ですよね。だって製薬会社からね、お金もらってる方がそこに参加してね、あの製薬会社の方にね、有利になるようにね、ワクチンのリスクはね低いんだと、ワクチンいいもんだからね、進めた方がいいんだなんて言ってたらね、問題ですから、これ確認大事ですね。ちゃんとその辺確認はされてると。はい、皆さん見えますかね、これね、ちっちゃいかな、ちっちゃいですよね、ちょっとね。ちょっと見ますと、本日出席員の寄付金等のね、受け取り状況、ね、すべての委員において、ファイザーおよびアストラゼネカ株式会社より、50万円を超える受け取りはございませんでした。ね、ファイザーとアストラゼネカ、ないと。あと、宮川委員という方がですね、武田薬品工業株式会社から、50万円を超えて500万円以下の受け取りがあるため、うん、受け取ってると。で意見を述べることはできますが、議決に参加いただけませんことをご報告いたします。受け取ってるんですね、うん、参加できるんですね、ね、で意見は言えるんですね、まあ、議決に参加できないけど、まあ、言いたいことは言えるらしいです。まあ、あとにもね、他の方もですね、第一三共株式会社からね、50万円を超えて500万円以下の受け取りはございましたということでございますんで、あの、まあ、委員がね、製薬会社からお金をもらって会議をしているということでございます。すいません、ちょっとね、これね、僕も言い方ね、ちょっとミスリードあったかもしれない、すいません、ちょっとね、失礼があったかもしれない、この方々にね。だってお金もらってるかどうかだけでは人は判断できませんよね。たとえもらっていたとしてもね、その会議は会議で国民のためにね、真剣に議論してくれれば、まあ、それでいいというね、考えもありますんで、はい、ちょっと失礼があったから申し訳ない。じゃあどういう心筋炎に対して委員がね、発言があったか、まあ、要はこれどういう流れかというと、ファイザーよりね、モデルナの方がリスクが高い、まあ、その傾向あったんですよね、心筋炎に関して。それについてのテーマですけれども、現段階ではモデルナにおける心筋炎の数が多いであろうというのは正しい判断かなと思うのですが、まあ、そうでしたよね、どうしても推奨という言葉は、ね、このことによって、モデルナのワクチンがファイザーより劣るのだというイメージが作られないようにしないといけないんではないかと、ね、モデルナにはモデルナのいいところもあるし、それから立派なワクチンである、モデルナにはモデルナのいいところもあるし ね立派なワクチンである、ね、でこれまでもね、使われているということがあるんだけど、こういったことが起こると、ね、A の方が B よりいいとかね、 B は A より劣るみたいな解釈がどうしてもされてしまい、そのためにせっかく使えるワクチンが利用されなくなるということが起こりかねないと思います。ということでございますね。
はい、ちょっとね大きくしましょうか。これちょっとね皆さんと声を出して読みましょうかね。はい、うん、ぜひね、お子さんとかね友人がちょっとくじけそうな時にね応用してみてください。ね、あなたにはあなたのいいとこあるんだからと思ってね、はい、言いますよ皆さんね、せーの、モデルナにはモデルナのいいところもあるし、それから立派なワクチンであるね。はい、ここはじゃあ僕言いますね。 A の方が B よりいいとかね、 B は A より劣るみたいな解釈がどうしてもされてしまいね、そのためにねせっかく使えるワクチンがね十分利用されなくなるということがね起こりかねないと思います、ということで、はい、国民の健康よりねワクチンのイメージを心配してるというね、そうですよね、明らかにそうですよね、残念ながら。はい、で出来上がったのがこのグラフですね。でこのグラフね、残念なことにね国会議員とか専門家の方もねこれ見てね、ああ心筋炎リスク大したことないなってね、ワクチン打った方がいいじゃんって、コロナの心筋炎の方がよっぽど怖いよっていうふうに思っちゃってるみたいで、いろんなところにこれがね飛び火しちゃうんですよ。ちょっと一例をね紹介したいと思います。実際のね発言している映像で国会議員や専門家何と言ってるか、はい、こちら。はい、まあ騙されてしまったあとね、国会議員がね人を反ワクチンとか言うべきじゃないと思いますよ。国民なんだからね、命心配して騒いでるわけなんだから、そういうレッテル割りは人としてどうなのかなってね思いますよ。